しいな。けど、どうしたんだ急に。前に葵からグライダーの部品がいるって頼まれてな。それでもしかしてって思ったんだ。はいはい、質問。どうぞお嬢さん。二人は知り合いなんですか？ああ、俺はここの卒業生で、アマネとは同期だったんだ。本当だ、同い年だ。卒業してから会ってなかったけど、まだ続けてたんだな。まだ目指してるのか？ああ、この目であの雲の回廊を見るまではやめられないからな。そうか、そうだったな。切れたよ。ちょっと不格好になっちゃったけど。ありがとう。スイカか、久しぶりに食べるな。何年ぶりだろう。今どうしてるんだ？実家の工場で働いてるよ。例のこの間雑誌で取り上げられてるのを読んだぞ。え、あーちゃん雑誌に載ったの？俺じゃないよ、うちの工場が載ったんだ。日本の町工場が NASA からロケットの部品を受注しているっていう記事だった。町工場でロケット作ってるの？機械じゃうまく作れない部品があるんだ。そういうのをうちの職人さんたちが作ってる。記事に載った仕事は俺も手伝ったよ。
確か打ち上げは成功して、もうすでに宇宙を飛んでるんだったな。アンちゃんが作った部品が宇宙を飛んでるんだ。アンちゃんの話聞いてたらうずいてきちゃった。ハバネさん、続きやるよ。おお、この子を飛ばそう。うん、いい雰囲気じゃないか。ああ、まるであの頃に戻ったみたいだろ。そうだな。これでどう？ん？おう、いいんじゃないか。姫木さん、いいって。あんちゃん、こっちも見てよ。お、待ってろ。5日分は進んだかも。あなたたちのあんちゃんさんは化け物ね。どうやったらあんな風にできるのかしら。賑やかだな。そうか、葵くんと達也は幼馴染だったのか。達也は君たちの先輩になるんだぞ。うちの元部員だからな。先に卒業してしまったからな。あの機体のコックピットをレストアしたのは達也なんだ。私と違って手先が器用だったからな。達也が作っていれば主翼が折れることもなかったろう。サボってないで手伝え。そうよ、
今日中にやれるだけやるんだから。それじゃあ俺たちはそろそろ帰るよ。ホタルの門限もあるしな。今日はありがとう、あんちゃん。おかげで助かったよ。ありがとうございました。何、お前たちのためならいつだって力になるさ。それに久しぶりに学生時代に戻ったみたいで楽しかった。またな、アマネ。うん、また。ホタル、お母さんに遅くなるって言っといて。うん、わかった。さて、私らも引き上げる準備しますかね。そうね、樹脂が固まるまでやることないし。天音先輩は今日も残っていくんですか？ああ、天音ちゃんっていつも何時頃帰ってるの？そうって、まさか。っていうか、ここに住んでる？家が遠いんだ。ここには椅子も机もあって不便がないからな。不便でしょ？ベッドもお風呂もご飯もないし。